こちらの1リットルの牛乳、昨日までは248円だったんですが、今日からは268円に値上がりしています。このスーパーでは仕入れ価格の上昇に伴い販売価格の引き上げを余儀なくされました。うちとしては非常に毎日使われる商品でございますので、そこでやっぱり値段が高いと、お客様も離れていってしまうんじゃないかなということで非常に心配してます。なんか値上げばっかりで必要なものですのでね、やっぱり仕方ないかな3年7ヶ月ぶりとなる牛乳の値上げ、その背景をメーカーに尋ねました。非常に生産者さんの生活の圧迫をしているという部分で、今回価格の改定を決断したというところですね。乳製品の値上げの直撃を受けているのが町のケーキ屋さん。バブルも、サプライムローンもジャブぐらいだと思うんだけど、今度は完全に顔面ストローク。ケーキといえば欠かせないのが牛乳をベースにした生クリームとか、あるのが一番いいみたいな。揚げ幅が50円、1本で50円。牛乳はどこで使っているかというと、生クリームと牛乳で炊くんですよ。ガナッシュっていうチョコレートスイート、これだけでだから500円1台500円は上がってる。チョコレートと小麦粉は今年2回値上げし、それぞれおよそ1割高くなったため、原価は1切れにつき50円上がっています。しかし、これは今日牛乳が値上げされる前の話。すでに先月、1切れ10円から20円ケーキの値段を上げたため、これ以上は上げづらいとのこと。35年うち店やってるんですけど、多分ね、初めてだと思います。こんだけ全部上がるの。本当に、ね。だから今、ケーキの種類ってね、1個がいいってのが多いですよ。やっぱ1個買うっていうのも前はなかったですけどね。こうした中、これから迎えるクリスマス。しかし今年のクリスマスケーキの値段がまだ決められません。今度分かんないです。いちごがね、今でも一番怖いのはね、いちごなんですよ。いちごは本当に怖いです。あれがいくら上がるかね。12月に入ってくる国産のいちごは、去年クリスマスの直前に普段の4倍近くまで高騰しました。今年の上げ幅は想像もつきません。私たちの辛抱はどこまで続くのでしょうか。まあね、笑いも交えながらお答えいただきましたけれども、本当に辛いなというのは伝わってきましたし、牛乳が上がるといろんなところに派生するんだなという。うちもあの下の子が今イヤイヤ期なんですけど、唯一口にしてくれるのが牛乳という状況なんで、むちゃくちゃ響くんですけどね。牛乳も上がりますし、来年はさらに神崎さん2000品目以上で値上げ、もう分かってるって、ね、これがもう連日値上げのニュースでも今年に入って2回目3回目みたいなニュースもあると思うんですけど、一方で、今回値段が上がったあのエバラの焼肉のタレっていうのがあるんですけど、はいはい、これは32年ぶりに上がったりとか、32年ぶり、あとはオロナミン C は25年ぶりに上がるとか、実はこの20年30年でずっと上げられずに、要はデフレの状態が続いてて、なかなか、あの価格が上げてこれなかったという状況があったので、今やっと価格を上げていって、実際にこの価格が上がるとどうなるかというと、企業の収益は回復する、そうすると企業の利益が出るようになったら、その後従業員のお給料が上がるという形で、実際には結構これタイムラグがあって、自民党の幹部に取材したところ、やっぱりこれ今物価高なんですけど、そこに給料が追いついてくるのまでに大体1年から3年かかると。だからこの間をどうやって、あの政府として支援していくのかというのがポイントやっていうのを話してましたね。でも材料費が上がってる中で価格を皆さん上げてるから、別にその利益が増えているわけではおそらくないという企業さんが多いでしょうからね。お給料に回せるのかという問題ありますけれども、そう、私たちのお給料が上がっていないというデータをご覧いただきましょう。これ実質賃金と言いまして、事実上その名目の数字上の賃金は変わってないっていう方が多いかもしれないんですけど、物価が上がってますんで、給料変わらずに物価が上がると実際生活は苦しくなるということで、事実上の賃金は下がっていると言えるわけですね。これ0より下が
前の年との同じ月と比べて、減ってるマイナスだという数字になるんですけど、もうここ数ヶ月マイナスが続いております。で、岸田総理もこれが課題だというのは当然分かっている。最優先は物価上昇に合わせて賃金も上げていくことなんだ、さあ天王山はいつと見ているのか、こちらです。はい、来年の春闘だとおっしゃっています。つまり会社側と労働者側の話し合いの場、給料どうするかという話し合いの場が天王山になってくる。でもこれをそのまま読むと、安田さん、だから企業の側が頑張って上げてくれることを期待をしたいというふうにも聞こえるんですか。まあ、そうですね、うん、で実際に上がればいいんですけれども、まあ、個人的にはなかなか難しいかなと思います。うん、でこれ春闘で給料上げるとなると、まあ、ベースアップなので、はい、今、ね、一時的に給与を上げるんじゃなくて将来にわたってずっと高い基準に変わってしまうと、うん、はい、でそこまでやっぱ業績がいい企業がたくさんいるかというと、やっぱ先行き不透明なので、うん、なかなか上げにくいという、まあ、背景はあると思うんですね。で先ほど新見さんおっしゃってましたけれども、これアメリカやヨーロッパで賃金が上がっているのはある程度コロナが収まって景気が良くなってきたから賃金が上がっているんですね。うん、はいはい、日本の場合は値上がりの原因というのがやっぱ海外から入ってくるものが、うん、その原材料費が高くなったり円安で上がっているって、うん、コストが上がることによってインフレになってるんで、そもそもやっぱり賃金を上げるだけの、まあ、この利益が上がりにくい構造に今あるので、時間かかるかなって神崎さんおっしゃったタイムラグがかなりあるんじゃないかなと思います。一部この円安の影響で、うん、日本で何かを製造して輸出をする企業なんかは、ね、はい、一部ですけど儲かってるんですよね。そういうところはやっぱ積極的に賃上げをして少しでもこの痛みにその、まあ痛みを免れられるような労働者を増やしてほしいと思いますけどね。うん、誰かがそのサイクルを回し始めてほしいですね。彼らが消費することによって景気も少しずつ上向いていくのでね。うん、はい。